日付、日付、日付は文書などにその作成、提出などの年、月、日を記すこと。また、その年月日、年月日、暦では記された年月日を表す数字を言う。古来より日付の表記方法が試行錯誤され、それぞれの国と時代で定められた方法により日付が表記された書物が残されている。 現在では、日付の表記方法として、国際標準の ISO8601 が、制定、運用されている。歴日とは、0時から始まり24時、通常、翌日の0時で終わる連続した24時間のことで、あり、ISO8601 より、この間の、どの時刻も、同じ歴日で表す、例として、0時5分の歴日と23時55分の、 歴実は同じ。この定義にある時刻は地方標準時の時刻である。したがってタイムゾーンが異なれば同じ日付でも時刻が異なる。一歴実は通常は正確に24時間00分00秒であるが次の場合には異なる。日付の世界標準規格は ISO 8601のデータ、エレメンツインターチェンジフォーマッツ。 インフォメーションインターチェンジ、ディプレゼンテーションオブデイツアンドタイムズ、ディスクによる、火薬、データ要素及び解消式情報交換から日付、及び時間の表現である。ISO 8601-1988年では、有意 m m d d 方式、年、月、日の順番で、記念法による、西暦、CE で年を数字4桁。 月と日とおのおの数字二桁で表す方式と定められている。年月日を八桁の数字で表す、有意アムド、有意 mm、dd、有意年 mm 月 d d 日、有年 mm 月 d d 日、y は、言語での年一桁、有意 mmdd というようなフォーマット、様式、形式には、日付の高順あるいは小順で簡単に、相当できるという利点がある。 年月日の表現は1988年以来、国際標準規格 ISO8601 によって、u ア m ド方式、基本表記あるいはハイフン、ハイフンマイナスを入れた、UEMMDD 方式、拡張表記の二通りと定めれている。つまり、いずれにしても、年4桁、月2桁、日2桁の方式。しかしながら、年、月、日の後に時分、秒を、 おのの二桁で表記しうることまで定められていること。日を最初に持ってきて最後に、西暦年数末日二桁で年を表記する、欧州ローカル方式。例えば、091189は、ベルリンの壁崩壊の1989年11月9日を意味すると月を最初に持ってきて最後に、西暦年数末日二桁で年を表記する、米国ローカル方式。例えば、は、 アメリカ同時手発テロの2001年9月11日を意味するとが存在していることなどの事情により混乱を避ける必要性や死人の容易さから年をまず数字4桁で表した上でハイフン、イを入れて区切る拡張表記の方が一般的に普及している ISO8601 方式はインターネットやデータ管理の世界でいち早く先行し一般的となっている この背景には、特に、ウェブページの制作者やエンジニアたちには、ポータビリティや、ユーザーインターフェース、ファイルフォーマット、コミュニケーションプロトコル等に関する余計な問題を、回避する、必要性があるため、i s o 八千六百一方式、u e m ド t h h m m s s HHMM、あるいは、UEMMDDTHH、ミリメートル、SSHH、 ミリメートルなどを最大限尊重しておく方が便利かつ無難であるという事情がある。また、ISO8601 方式では年月日の各々の数字は同じ固定帳の数字で表さねなければならないという長所がある。年は数字4桁、月、日、時、分、秒は各々の数字2桁と決められており、足りない桁数は例をもって補う決まりとなっている。 さらに、同じユーザーインターフェースや、同じファイルフォーマットや、同じコミュニケーションプロトコルでは、同じ方式が採用されなければならない。このため、どのような機種のどのようなフォントの場合であっても、年、月、日、時、分、秒、タイムゾーン指示書の表示は必ず揃う仕組みになっている。ISO8601 は、各国の伝統を取り入れた。 独自の標準化方式も容認している。このため、部分的に ISO8601 方式を取り入れることも可能となっている。年月日の順序は国ごとに違い、日本、中国などでは ISO と同じ年月日、ヨーロッパのほとんどでは逆の実月年、アメリカ合衆国では月日年である図三章。このうち実月年と月日年は 01022009のように数値で判別できない場合があり、誤解の原因となる。年月日による日付表現を、歴日付けという。ISO8601 では、歴日付けだけではなく、年間通算日、歴習日付けについても、基本様式ベーシックフォーマット及び、拡張様式エクステンディードフォーマットの2様式の、標準規格を定めている。 その二様式についてさらに、各々完全表記コンプリートリプレゼンテーション及び上位省略表記リプレゼンテーションウィズリデュースとアキュラシーのに様式の標準規格を定めている。以下、参考として基本表記によるものを例示する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。